実際 FX の勉強法そしてどうしたらそもそも勝てるのかっていうまあここ多分一番気になるところですよね。今日はそれをお話ししていいきたいと思いますでまあこれは僕なりの解釈になるのでもちろんそれが正解全部の正解というか一つの正解っていうわけではもちろんないんですけど、えーとまあ、いろんなその人ねいろんな性格だったりとか、えーまあ、いろんな個性だったりとかいろんな えー、長所を持っているねあの人がいると思うので、それぞれの人に合ったやり方っていうのはあるんですけど、今日お話しするのはどんな人にでも当てはまる部分っていうのをお話をしたいと思います。これ知ってるだけで多分かなりあの変わると思います。うん、で、えっとまあ FX の勉強法って言ったときに、まあいろいろこう本を読んだりとか、ちょっとその FX テスターで過去の検証をしてみたりとか。 いろんんなこととあると思うんですよねテクニカルの勉強するとか,なんかブログの記事読むとか YouTube の動画見るとかいろいろあるんですけどでもその気丈の勉強って正直そ,のそんなにいや役に立つんですけど最初の段階では、うん、そっちじゃないんですよね。で例えばじゃあすごいいい景色えー、っと例えばグランドキャニオンみたいなところの,その写真を見てうわすごいなと思ったところで。 それって分かんないじゃなないいですかか行ったことないからじゃあそれを知るためには何が必要かっていうともう行くしかないんですよねグランドキャニオンに。グランドキャニオンに行って実際その現地で体感するしかないんですよその臨場感を味わうためには。でこれはトレードも一緒でその勝てる感覚っていうのはなんか本を読んでたら身につくものでもないしひたすらデモトレードやってたら身につくものでもないんですよ。 うん、で一番最初になぜ何が必要かっていうとどうしたら勝てるのかっていうその問いをひっくり返すっていうことですつまり何をやったらいけないのかっていうことを知るっていうのが先決なんですよで、えっと、トレードを始めた人もうほとんどの場合みんな負けることをすごい嫌がるんですね極端に嫌がりますなるべく最初の投資資金を失わずに勝てるようになりたいと思ってるんですけどこれがまずそもそもの方向性ずれるんですね その最初の初期設定のマインドがずれてると後々全部ずれます。まあ、数学と一緒ですよね。最初の公式間違うとその後全部間違うんですよ、回答。っていうの全く同じです。で、えーとまあ、まず最初に何が必要かっていうと、えー、何かやって失敗しますよね。その時に、あ、これをやっちゃいけないんだなみたいな。あ、俺本当とダメだ。本当できないわみたいな。その絶望とあとあは ああもう二度とこんな思いはしたくない二度と同じ失敗したくないっていうその悔しさだったりとかそういうのがねすごい必要なんですよ。これが、えー、FX トレードを上達するための原動力というかエネルギーの源泉になるんですよね。うん、なのでじゃあ具体的にまず何をするかっていうと,、えー、とトレード始める時の投資式入れるじゃないですかこれに、ね、少なくした方がいいです。えー、といきなりダーンと入れて それでよし一発狙うぞっつって一発取るぞっつってやって全部失った時のダメージ計り知れないので,でまずは少額でいいんですよ少額入れてもうこれ全部なくなってもいいやっていう額をまずは用意して入れるこれ本当大事ですよくこれ言われますけどこれ本当大事なんですよで入れていろいろやってみるじゃないですかうまくいかないじゃないですかなくなるじゃないですかそこでその経験が生きるんですよあこれやっちゃいけないんだ あこれやると失敗するんだなっていうことをまず学習するっていうことですその先にじゃあこうやったら勝てるなっていうのが分かってくるあこういうことをやんなきゃいけないんだなこういうことを学ばなきゃいけないんだなっていうことが見えてくるんですよその01をまず作らなきゃいけないってことですねで、えー、と人の脳っていうのはあのぶっちゃけ、ね、金額関係ないんですよ100万を失って学んだ失敗と,、えー、と10万を失って学んだ失敗っていうのはそれは同じなんですよ金額に差はないです だからどうせ最初やるんだったら最初は少なくした方がいいってことです資金を1万円とかでもいい10万円とかでいいまあでもちょっと痛みは感じた方がいいから全く痛みを感じない額だったら意味がないんだけど多少痛みを感じるような額でもうこれは失ってももう俺は後悔しないって決めてやるんですよでみんなねこれ決めないからすごいねモヤ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 するんですよああでも失,いた失ってもいやでもや,やっぱり失いたくないなみたいなあでも願わくばこれを 担保にになななとととかかか勝ててるるよううっったたららみたいいいここを考えるから余計うまくですだからもうねほんと潔くもう俺はこれを失ってもこの最初の10万円失っても絶対後悔しないで決めてやったら吹っ切れるので,でそこでまずね大体いいうまくいかないこといっぱい起こるんですよ逆にうまくいくこともありますそれはそれで取り入れたらいいんですけどでそのうまくいかない経験をベースに組み立てていくっていうことですよねうん。 でえっと、実際じゃあそこから次にじゃあその痛みとか絶望を味わったあこれやったらダメだなってその先ってじゃあどうしたらいいのか FX をどうやって学んでいったらいいのかどういう具体的な練習をやっていったらいいのかっていうのを僕のメルマガで伝えてるっていうことなんですよ。メルマガで具体的にじゃあこういうふうにやっていったらこういうふうに上達していきますよって、うん、こういうふうに勝てるプロセスを経ていくことができますよっていうのを、えっと、話してるのでぜひ、えー、メルマガの方とあと えっと無料プレゼントの方もぜひ見てもらいたいなと思います。具体的なこういう手法を実践してったらいいよ。っていうのを全部話しているので、そのプレゼント動画で。それを見て、えー、具体的に毎日やることを、えー、決めていってほしいなっていうふうに思いました。まだこのただこの考え方がないと基本的にうまくいかないんですよ。うん。願わくばえー、最初から失敗せずにやってやろう。みたいなじゃないんですよね。逆です。もう失敗してもいい。むしろ失敗こそ糧に変えてやるっていう。 そのハングリー精神でぜひやってみてもらいたいなというふうに思います。